さてと、二人っきりになったし、これで少しは話しやすくなったと思うんだけど。私の勘違いでなければ、椿ちゃんの相談事って、バレンタインデーのこと、よね？そう、正解よ。もうすぐだもんね。それで、相手は？相手は、その、葵くんでしょ。なんで言い切れるの？それは、日頃の観察の成果かしら。椿ちゃん見てたらわかるわよ。ヒールには隠し事できないかも。そう、葵にチョコを渡したいの。けど、葵ってこういうの慣れてそうっていうか、いっぱいもらえそうじゃない？せっかく渡すのに、それに埋もれるのは、すごく嫌で。それで、葵くんと付き合いの長い私のところに相談しに来たってことね。まあ、そういうこと。あと、ヒーローはお菓子作りも得意そうだから、教えてもらえないかなって。ということは、手作りのものを渡したいのね。少しでも、差をつけたいし。なるほどね。正直、椿ちゃんが直に渡すなら、既製品でも葵くんは喜ぶと思うけど。ん？けなげね。葵くんの幸せ者。あの、ヒーロー？わかったわ。私でよければ、可能な限り協力するわよ。本当？よかった。でも、差をつけるとなると。そもそも葵って甘いもの大丈夫なの？苦手ってことはないと思うわよ。自分でジャム作るくらいだし。唯一、苦手なのはゴーヤね。苦いの、あんまり得意じゃないんだ。なら、ビターなのは外した方がいいかな。というか、バレンタインチョコにビターはね。甘さ控えめとかならありそうだけど。それじゃあ、あんまり差はつけられない。そうね。てか、ヒーローに相談するだけじゃダメだろ。ん？ヒーロー、飲み物もらっていい？え、うん、いいわよ。なぎさ、いつから？そう、正解よ。から。ほとんど最初からじゃない。いやー、悪いと思ったんだけどさ、入るタイミングが難しくて。ところで、なぎさちゃん。相談するだけじゃダメってどういうこと？いや、ダメってのは言葉のあやってやつで、足りないって言えばいいのかな。とにかく、本気で差をつけたいなら、誰も知らない葵を知る必要があるんじゃないのか？一理あるわね。確かに。けど、そんなのどうやって調べるの？ああ、それはだな。あ、そうだよ！足で稼げばいいんだよ！足？尾行だよ、尾行！こういうのは調査の基本だろ？